リオン師匠の不活りボリー。リオン師匠こんにちは。はいこんにちは。今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はナッツジグ関連の質問をいただいております。うん。この方はですね山口県瀬戸内のデイカマス釣りでナッツジグが大活躍です。あ,あシーズンだもんね今ね。そうですよね。うん。でナッツは。 えとマイクロメタルよりはるかに根がかりが起きにくく、とても重宝しています。ただし、キャストしてフリーフォールで落としていると、根がかりのロストが起きてしまいましたと。うん、やっぱりこういったボトムを取るとき、根がかりを避けるなら、テンションフォールの方が水平状態を維持できるからいいのでしょうか。また、あと、ボロボロになっちゃったナットジグの おの補修方法などがあったら教えてくださいという質問です。あ、二つに分かれてるね。はい。あ、根がか,かりさせないためにはフリーがいいのか、カーブフォールがいいのか。はい。もう一つは、ボロボロになった際の補修方法と。そうですね。うんうん。了解。じゃあ、まずはね、根がかり系の話をするんだけど。はい。えっと、謎塾はね、テンションフォールだろうが、フリーフォールだろうが、水平のままです。 おおな,なるほど、なるほど。ほとんど変わんない。もう10度変わるからないかな。うん、フリーだともうほぼ水平。水平でこう揺れながら落ちていくよね。はい。で、カープフォール、つまりラインのテンションがかかってる場合は、少しお尻下がりになるけど、あまりね、その根がっかりに影響するかしないかでいうと、えー、カーブフォールだろうがフリーフォールだろうがほぼ一緒ですよ。うん。 だから、えっ、ー、と、多分何度か根がか,かりされたと思うんですけど、あの、根がか,かりしないルアーってまず存在しないので。<laughs> そう、まあそうですね。な、は、ん、い、だって根がか,かりがするということ前提で、ものを考えてほしいんですよ。で、その、どの場所でも同じように根がか,かりするわけがなくて、うん、もうボトムのマテリアルとか、その、形状によりけりだよね。 例えば海藻のようなもの、はい、でも根がかりが起きるしあの丸っこい石がこうそこにびっしりある場合インクステレビで夏ジグの、えー、アクションアルカルトの映像があるんだけどそれなんかの渓流のさもうそこに玉石がびっしりのとこでこうあえてそこを引きずる映像があるんだけど。 はいはいはい。丸い石は引っかかりにくいよね。そうですね。うん。<laughs> でもどこにも丸い石があるわけじゃなくええー、この間モッキーと一緒に行った鹿児島のエリアなんて、えー、浅いそのリーフ地帯なんだけど、マテリアルが岩盤だよね。うんうんうん。ゴロルタじゃなくて岩盤。はい。で、その岩盤もしかも溶岩体だからギザギザなのよね、表面が。うん。 この溶岩体の岩盤が一番根掛か,かりしやすいんじゃないかな。確かに。その次がね、あの、ええー、と、河原の石ころってまんまるまんるっていうか本当ツンツルってんだよね。はい。そう、ああいうのじゃなくて普通にこう、なんだろうな、カクカクしたような、あんまりこう、ま、周りが削れてないような岩場。はい。これが根掛か,かりしやすいよね。 うんうん、で、どうやったらって話なんだけど、そういうその割合、人間の頭くらい、平均くらいの石がゴロゴロしてるところの根がかりは、フックスタックじゃなくて、ヘッドスタックって言ったらいいかな、本体自体が岩と岩の間にこう落ち込んだときには、根がかりするよね、うんうん、しますねしかも取りにくいですね。 外れにくいね。い外れにくい。だからそうなるとさあの、カーブフォルダのフリーフォルダのはもう関係ないよね。うん、うん。だからそれはもう一定量起きうることなので、そこの心配をするよりも、えー、寝がかりを、ね、すごくさせる人とさせない人とはっきりいるのがいるんですよ。これはもう僕は一緒にね、いろんな人と釣りに行って、 でもうそれははっきり感じたことが何度もある、うん、えーっと2メーターしか離れずにまあこれあの釣り方を教えてあげる時だから2メー,ターぐらいしか離れてないわけさはいじゃあ今から正面投げるよってね同じように投げてって僕,僕が先でパーン投げるよねではいあの辺まで飛んだよ投げてごらんピューとまあ僕より飛距離が4 5メー,ター足りないぐらいのところ着水するわけはい でここからね、こうやってジャク、あ、それね、メタルマルを教えてる時だったよ。はいはいはい。ジャーク、ジャーク、ジャーク。で、こう、カーブフォールね。で、トンとまたついたらジャーク、ジャーク、ジャーク、カーブフォール、とんこんな感じでやっともなってたら、いきなり根掛か,かりしてるんだよ、最初にもう。おー。って、何もしてないのに。うんうん。で、僕はしないのよ。うんうんうん。<laughs> それがね、3回連続やったのよ、その人が。おー。 うん、で、そういうことがね、何度か似たようなケースが何度かあって、気がついたことが一つあるんだけど、はい、着底した後に放置する時間が長いんだ、ね、寝掛か,かりする人は。うん、なるほど。うん。で、ここでね、糸をある程度張った状態の方が寝掛か,かりしやすいのとうと、完全に緩めちゃって、 るるる場場合合の方方が,がかりする場合と両方あるんだ何を言いたいかというと投げた先に潮流があった場合、はい、糸を張ってた方が流されるんだよううんなるほど抵抗がかかっちゃってそう持ち上げてる状態が若干こう働くからところがフリーで完全に抜いてると相手は鉛の棒だからで、うん、タッとそこについてるから動かない、うんうん、でこれをほんのわずかでもこう ラインでテンションかけてやると、ラインがウォータープレッシャーで押されてるから、はははいはい、はいこれでずずっと動いたときに根掛か,かりが発生するわけ。なるほど、転がっちゃったりしてってことですよね。そう。<laughs> うん。もう、で流れ、横の流れが強いところでは、着底したら、もうすぐ持ち上げる。うん、うん。着底したらすぐ持ち上げる。<laughs> で、流れがない場所だと、 着底した状態から、糸を張るときに、引きずらない、うん、なるほど、ちょっと上に持ち上げてあげる感じですかね。そう。うそれがね、どうしてもね、投げました、着底しました、ラインはたるんでます。はい。このたるんだラインを先に取るために巻いちゃうんだよ、みんなね。うん。ここでずるずるっと10センチでも30センチでも引っ張っちゃうわけ。うんうん,うんうん。だって、リールって一巻き。 短くても50センチ。ね。はい。スピードギアだったら、一巻きで1メーター巻いちゃうわけだから。はい。本人はラインスラック取っただけのつもりかもしれないけど、何十センチか動いてたら、こ,この岩という、たまたま岩と岩の間にラインが入ってて、これを30センチ引きずったらもうガツンだよね。そうですね。フックは引っかかってないのに、もう頭がここの隙間に入り込んでるわけね。うんこ。こうか。こう入り込んじゃったわけよね。 でこれが起きやすいのは今言った通りで、えー、リフトしないまま何十センチか引きずると高確率で根掛か,かりしますよあるいは着点してラインをほったらかしにしてる時間が長いとラインは収ゆされてこう大きな R を描くよね。はい ウォータープレッシャー。水が糸を押す。そうすると、その糸の先に繋がってる軸がこう引っ張られて動いちゃうよね。ここでまた根掛か,かりが発生するので、<coughs> 絶対根掛か,かりさせないような方法っていうのはないんだけども、その2点注意するだけでもね、ずいぶん違う。うん、なるほど、うん。これをとにかく頭常に頭に入れてやるといいね。それから、あのー、 リフトするときに引きずらないという点でもう一個注意事項なんだけど。はい。適当にラインスラック取ったら緩んだままでいいの。うん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 。ピンと張るから寝かかれするわけ。<laughs> なるほど。ドワーッと出ちゃったラインが投げてる最中に横風強かったら着水、ルアーは正面に着水しても P ラインがこう膨らんでるよね。はい。うん。 なので、そこについた状態でももう R がついてると思って、糸に。これを、ほんのちょっと取っただけで、まずしゃべったほうがいいのよ、ポンって。うん、なるほど。一発目をねお、一発目のリフトを大きくする。ポンと跳ね上げてからテンションかける。巻いて跳ね上げるからガツってかかるだけ。んだ糸を 少したるんだ糸を利用して、エギングのようにこうポンって跳ね上げると、P ラインってほら、海面を糸が張ってきて、えー、着水点からこう下がっていくわけ、糸がね。はい,はいはいはい。こういうラインだよね。これ、フロールだと、ルアーが着底したときには、フロールはこう、自然に海底向かって斜めに入ってるんだよね。うんうんうん。うん、だから、余計にかかりしやすいのよ、モノフィラメントって。 なるほどでとりわけ比重の高いフローは、うこう沈んでるから、糸が。地面張っちゃうわけですよね。張っちゃう。ね、で、これで引っ張ると、当然、寝かかりする。うん、でも、D は、海面を張っていって、そこから、ここ、角度急なんだよね。うん、で、ここから多少ラインがこう膨らんで、緩んでても、行った先で急角度になってるから、糸が。うん、この緩んだラインを、さを大きく、ポンと上に上げると、 ここの着底してるジグはどういう方向で上がるかとこう上に上がるんだよ。はい,はいはいはい。だって糸がこう上がってんだから。うん。ポンと上がっちゃうの。これを PE を使うときはそれをね、すごいイメージして。だからポーンと跳ね上げたら、もうヒュンって上がるので、うん。もう30センチ、40センチ持ち上げたらもうこっちのもんじゃん。ほぼほぼ,ほぼ。そうですね。はい。だからポンと跳ね上げて、跳ね上げた瞬間にくるくるっと巻くわけ。うん。 はい。70センチのリール持ってます。ポーンって跳ね上げて、1、2って巻いたら、もう1メーター40巻いてるわけよ。そうですね。うん。そうすると、完全にボトム切って、糸が引っ張ってる状態になるから。うん。そこから、リトリーブだけにするなり、ジャーク、ジャーク、ジャークでちょっとカ、えー、えカーフォールに移るなりを繰り返すわけ。うん。あとね、目がかりをすごくする人は、根魚を釣りたくって、 すごくボトムを意識してるってことよ。うーん、なるほど。で、これね、大きく皆さん勘違いしてることが多いんだけど、ボトムをきっちり取らないと釣れないと思ってる。ここにね、まず一つ錯覚、間違いがある。根魚って確かに根についてるよ。はい。ボトムについてるんだけど、えーとね、一番わかりやすい例で言うと、あんこ。はい。根魚。 はい、でち中層で魚をかけますことありません。うん。あんこウはベタっとそこについて、じっとして魚が寄ってくるのを待ってる。はい。で、バふっと食ってる。ああいう魚の目がどの位置についてるか考えて。上についてるんだよ。うんうんうん。タとかチヌは横についてるでしょ。はい。うん。じゃヒラメは や,むやや上向きですよねこう片側に2個並んでね、うんうん、シンメトルになってないね。なんかこう反対が先っぽのこう左側とか右側とかカレーなら、うん、でも上向いてるよ目が。はいうん、えー、マゴチにヒラメに、うん、それからカサゴも見てかカサゴもマダイとかクロダイみたいに横についてないよ。 <laughs> 上向きついてるその中間ぐらいのやつが、例えば、ソイとか、ハタとか、メバルとか。ま、まだよほど真横についてないし、ネタかなほど真上にはついてないんだけど、でも若干上方向が見やすい目の位置っていうのがあるよね。<laughs> うん。なんか僕らがこう、ね、好んで、 僕らみたいにロックフィッシュ好きの人間ってやっぱり根についてる魚つろうつろうとした時にもうとにかくベタ底をじくじくやらないと釣れないっていう錯覚に陥りがちなんだけど、えー、根についてる魚のほとんどは上目線で上見てんだよ。うん、だヒラメをね釣る時によく勘違いするアングラさんがいるのね。何かってたそこをズル引きした方が釣れると思い込んでる。 なる,なるほど、なるほど。でも、ひらめ釣りが達者な人たちは、そこずるずるなんて釣らないよね。うん。身を引くんでも、ワームで引くんでも、絶対ボトムから50センチくらい上引いてんだよ。そうですね。はい。だよね。うん。これも兵衛も経験者だからわかるでしょ。<laughs> はい。上引くからこそ、遠くから見つけて食いに行くんだよね。うん。そこずるずる引っ張ったら、本当のこのそこにいるやつが気がついて、 え、何だって追っかけて見に来るぐらいで。上をこう引いた方が根魚は、あ、餌来た、餌来た、ボーンみたいな形。特にメバルなんかそういう食い方する。水面を網の集団が流れてました。流れてきます。メバルはどの位置にいるかしたら、この餌が流れてくる高さにはいないからね。メバルは。うんうんうん 餌が流れてくる、同じレンジでメバルくちゃけで待ってるか、そんなことなって、絶対餌が流れてくるゾーンの下に、こう、上、上目線でいるんだよね、ちょっと合うわ、ん。で、来た、食べやすい位置へ来たら、ここから、こう、浮上して食って、元の位置に戻る。これはもう、根魚も全部一緒なので、とにかく、あの、ボトムを丁寧に取ろうとしないことです。ボトムより上を釣るんだから、根魚は。 だから、ボトムから30センチ切る、50センチ切る、そこでこういうアクションすればいいわけ。うんうん、でも、だんだん不安になってくるよね。そうですね。僕、一部的なんだけど、ここをずっとこうやってるつもりが、どん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 上がっていっちゃってることがあるんだよね。うん、ここはもう、経験しかないので <laughs>、うん、上手になれば安定してボトムの上をこう、こうジグザグに攻めることができる。 で、ジグ、ザグ、ジグ、ザグと考えたときに、ジグ、ザグのときにボトムにつける必要ないよって言ってるわけ。うん,うん、なるほど。寸止めが一番いいかもかんなこの寸止めの幅を30センチぐらいだと思ってきゃいいの。そこより下にやんなきゃいいの、こう。ジャーク、ジャーク、ジャーク、カーブボール、ジャーク、ジャーク、ジャーク、カーブボール。あ、本ぐらいは、ジグからザグの、ザグの、 ところで、ボトムにはついてないよ、ちょっと切ってるよ、のがこれの感覚かなっていうのを、早く身につけると、根がかりは、もう、格段に少なくなる。うん、よく根がかりさせる人の10分の1ぐらいしかかかんなくなる。そっちを鍛えた方がいいよ。確かに。うん、か確かにね、その謎じぐっていうのは、ボトムをずるずる引いても根がかりしにくいようにね、しないことないからね。 に、うん、<laughs> にくいよように作ってますよ水平に沈んでいって、ボトムに水平につくと。で、後ろにもブレードがついてて、ブレードも水平にボトムにつくようになって、その上にフックがこう乗っかってるよね。はい、とはいえ、引きずったらかかるって、やっぱそりゃ。で、えー、今日の方、カマスだったよね。カマスです、ね。 カマス釣るのにそこに当てる必要ないじゃんってもう、まず。あ <laughs> あ、そうですね。な、うん、まあ、かカマスの話から根掛か,かりの話、テンションフォール、カーブフォール、テンションフォールというかカーブフォールだよね。うん、フリーフォールの話になったから、え、なんでと思ったね、逆にね。まあ、どのエリアでどういうカマスを釣っておられるか詳しく書いてないよね。 一応、山口の瀬戸内エリアってで。ああ<ー>。デイカマス。デイカマスでしょはい。そこ釣ることなんか100%ないんじゃないうん。たい水面をカマスの群れがパーっといるのを見つけて釣ってるじゃん。うんうんうん。僕はそうだったけどね。<laughs> たまに沈んじゃったりもするんでしょうね。沈むけどボトムべったりってことないよね。そうですね。うん。なん,かまあなんで最初に1回ぐらい投げて、 まあこんぐらいの水深かって分かったらもうあんまりそんな丁寧にねそうそう直す必要はあんまないかもですね相手がカマスであればもう全く底取りする必要ないので、うんうん、その辺も必ずそのターゲットの性質に応じてあの刻むレンジの幅をねそこが水深10メーターだったらもう真ん中より上5メーターボトムを5メーター切ったとこから水面までって決めてやると ゼロだよね、根がか,かり。<laughs> そうですね。うんうん、じゃあ、そういをうつる時、かさごする時は、これはしょうがないね、ボトム取りたいよね、うんで。取るんだけど、取りっぱなしの必要全然ないよっていうの。そこはもう、こういう、そこにつけない、あの、アクションの、なんだろう、アピールのさせ方、うん、で、いいと思います。だから、そっちを鍛えた方がいい。ああ、一つ言い忘れてた。 カマスを釣ろうとすると、水面を謎ジグ巻いてきたら、カマス下からアタックしてくるので、高確率でブレードに噛み付いちゃってフッキングしにくいわけ。その時は、ブレードを上にして下にトレブルフックをつけるね。うんうんうん、なるほど、うん。これが、あの、水面直下にいるメバルなんかを釣る時もも、謎ジグの使い方としては、そっちの方が正しい。 だから水面系はトレブルフックつけようよと。うんうん、でトレブルフックつける際にブレードの上にトレブルフックつけるんじゃなくてブレードの下につけるなるほどセットが。うん、ボトムを取らないナッツ軸とボトムを取るナッツ軸は分けないフックのシステムとブレードの位置をこう。それもねすごく重要。そうですね。はい、めんどくさいかもしれないけどなくすよりいいでしょ うん、そうですね、うん。で、フッキング効率もね、良、うん、くなるしね。うん。そんなとこかな。あとはあの、ボロボロになってしまったナットジグのおすすめの補修方法。うん。<の>ボロボロがね、表面の塗,料塗装だけが剥げてボロボロな場合と、 岩に当てまくって、でこぼこなってる場合と、二つあるよね。そうですね、気づいたら。ぼこぼこなってたりしますよね、うん <laughs>。一番簡単なのをね、あのー。女性が使ってるマニュキュア。ああ、はいはいはい、はいえー。高いのいらないから、百均って安いマニュキュアのセット買うの。うん、実食とか。うん。は、え、い、ー。 ダイソー行ってマニキュア買っとくとマニキュアでぺっぺっと塗るとね綺麗にあに自分の好みで塗れるのでラメの入ったやつ入ってないやついろいろあるんでい色選んでラメありとラメなしと、うん、そういうのが一番早いんだけどね、えー、もう少し本格的にやりたいんであればえー、っとねちょっと待ってよ。 あのー、夏ジグなんかホログラム貼ってるからこう反射するよねキラキラはいはいはいでマヌキアなんか塗っちゃうと単純に塗ると反射がなくなるよねうんあとこうメッキの部分残したかったりするよねはいはいはいところがメッキ剥げちゃってますっていうことがあるよねうん世の中にはいいもんがあってね僕はこれを見つけて以来こればっか使ってるんだけどね 見えるかなはいクロームマーカー。クロームマーカー。ほうほうほう。これ、色何色に見えます文字。ゴールドっぽい感じですよね。ね、はいと、シルバー系ですかはい、このクロームマーカーで検索したらアマゾンで出てきます。はい。で、これがね、えー、 ペンサイズが1ミリっていうタイプなんだよ1ミリはい、うん。で、これ3ミリまであるから、太いのも。うん、で、ルアーの補修だったらね、3ミリがおすすめかな。えー、ちょっとシルバーでやってみるね。なんかいいもんないかな。ここ、ジャスト S さんのパッケージがある。はい、このジャスト S の J の上をこれ、マーカーで縫いつぶしてみるね。はい。 よし。四角く塗りましょうか。これね、優れもんでね、キューベーそれはその、失なキラキラが復活するって感じなんですかあのね、銀色じゃないのよ。ほう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 。銀色のペンなんていくらでもあるよ、普通に。まあ、マジックでもね、まあ、ありますよね。銀色じゃないんだ、これ。おー、<れ>あ 本当にあのメッキのような。メッキみたいになんの。ああ、なるほど。こうピカピカしてんのもう。うんうんうん。すごいよね、これかメッキになっちゃったでしょ。アルミが,っが、ね、うん、アルミを貼ったような。あ、じゃあ,ゃあ、フラッシング的な機能が復活する<う>ですね。そう。 だからあの半分はクロームマーカーで半分側にマニキュアでいろんなことできるでしょ。こういうの使うね。あとね、僕、昔やってたのはね、あの瀬戸内にものすごく太刀魚がたくさんいた時代だから、25年とか30年前の話なんだけど、船で出るとね指9本、10本なんてのがまだ釣れてった時代。 <laughs> お<ー>で、タチウオジギンは当時は面白くってさ、で、あの、平たくてちょっと長めのジグ買,買うんだけど、<laughs> あのー、一日の中で日替わりどころか、一日の中で30分とか1時間単位でヒットカラーが変わるのよ。ああ、なるほど、タチウオですもんね。そう。あり、あるある話なんだけど。 大変じゃない何色も持ってるの。そうですね、もうすごい重いボックスになっちゃいますもんね <laughs> そう。重くなるよね、たくさん持っていくから。それが嫌で、えー、っとね、鶴瓶さんにお願いして、シルバーだけを友達と箱買いなんかしてた。おー、なるほど。うんまあ、例えばあの、ボンバーなんていう友達がいていい、すごくよく一緒にジギング行ってたんだけど。はい おボンバー80グラムと、えー、っと、80と102種類でいいよな、ああ、いいっすねっ。ほんだら、80も100も100本ずつ <laughs>、100本ずつ釣り具屋頼んどから、い,いか半分こしょうか、ああ、それお願いします、つっ,って、80グラムと100グラムを100本ずつ注文して、はい、全部シルバーだけで、もう単純にシルバー。うん、で、これを現場で、 わー、隣人を無給に連れ出したけど、何っつ言ったら、あ、緑かみたいな。これでね、マーキーを塗るんだよ。お<ー><あ>なるほど。マーキー。マッキーか。うん。ちょ、ちょっとせっかくだから、あれ、画面共有で見てもらおうか。はい。えーと、マッキー、こう、いろいろとあるんだけど、まあ、いわゆるゼブラの油性ペインね。うんうんうん。ゼブラさんの方がいいです。<laughs> ゼブラのマジモンです。<laughs> ゼブラのマッキーの、これも、あの、極太を探して買うのが一番いい。ほう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 。うん。えー、っと、一番入手しやすいのはね、多分この太さなんだよ。うん。うん。これで、えー、カラーをそえようと思ったら、そう、どうなんだろう。最近ホームセンター行ってないからわかんないけど、こういうのがあるね、これ。<laughs> アーテックマッキー油性12色。 おおなるほど、これですね。俺たちの頃は、あの、もっと短い、あの、ずんぐりむっくりした、ボトルに入ってたようなやつがあるよね、なんか。ああ、ありますね、はい。あれをね、12色で揃えてた、俺。なるほど。うん、これ,これ現場でそうそうそう。なんか、補修して色塗るときには、この油性のマッキーってね、すごく楽なの、簡単に塗れる。うん、うん。ええー、と、ついでに、ね、さっきの。 クローム。クロムマーカー。リキッドクロームマーカー。これだね。うんうんうん。うん。人滅これいいですね。これいいでしょ。これね、おすすめはね、あの、3本セットおすすめだったんだけど、そんな、これかな。 ミラー、反射ペイントメタルペンクロームって書いてあるでしょ。か、か、鏡のようになるんだよ。うん。あ、これで、<っ>あの、ペン先の太さが、これは3種類セットってことですね。うん。そうすると、あの、ナッツジグを例えばさ、ブラックで全部塗りつぶしたとするよ。はい。もうギザギザにガタガタになったナッツジグを、一旦あの、台所の砥石とか、 トイシの仕上げ砥石ぐらいの目の細かいやつで、表面を一旦きれいにするわけです、うん、もしくは、あの、サンドペーパーで、きれいに吸って、で、あの、傷ついたあの筋とかガチャガチャがデコボコがないようにきれいに平らにするじゃないはい。で、そこに、えー、ブラックのマッキーで真っ黒にしたとするじゃないはい。そこへ、この、ほら、針先が、<laughs> 3種類の太さでこの風船にこうほら文字書いてるように書けるのよいろいろ絵が。で、えー、ゴールドとシルバーとあるからさそういうのもいいですし片側半分は全部シルバーにしてえー、っと反対側はなんか青なり緑なり赤なり色を塗ると。というふうに。 やればあのガチャガチャになったやつでもあの釣れるようになるし見た目もまあ元のよほど綺麗にはなんなくてもさ十分パッと見にこう耐えうるぐらいの補修はできると思うよ。愛着も湧きますね、うん、本気でやる人はさ、うん、傷ついたのをサンドペーパーできで平らにしたあとカンペ持ってきて拭くよね。<laughs> あなるほど本当ルアーの塗装 マスキングしてカンペンで拭いて腹と背中と色分けてで顔周りだけシュッシュッとこう赤黒くしたりして最後に、えー、乾いた後最後に表面コートのウレタンにドブ付けするとかうん、うん、ここまでやりたくないでしょ <laughs> <laughs> そう僕が言ってるのは簡易な方法だから、うん、マッキーとクロームペンと。 えー、紙やすり、粗ッと仕上げの2種類と持っていれば綺麗に補修できます。うん。うん。こんな感じかななんかナットジグって、うん、たまに使ってると、あの、何度値がかっても生還するやつがいたりするじゃないですか。いる、優秀なやつがね。そう、優秀なやつが。なぜか自分と相性のいいやつみたいなね。ねあ <laughs> どうしてもある、ねね。ありますよね、うんで。そういう子に限ってすごいね、もう。 歴戦の岩地をくぐり抜けてきたの表すようなボコボコになったりして。なぜかその子だけがずっと生き残ってボロッボロになるまであるんだ <laughs> ありますよね。うん。運のない子は一頭目で亡くなってね。うん、<laughs> そ,うそうそうそう。ちょっと僕もそういう子をさっきのクロームマーカーで綺麗にしてあげようと思いました。うん。クロームマーカーね、いいです、なかなか。これは。もう超お気に入りなんで僕。<laughs> いいですね。 <laughs> ちょっと概,概要欄にぜひそのアマゾンのリンクを貼っておいていただきます<ー>、はい。なるほど。じゃあ、あのー、マッキー12色と、クロームペンの3本セット。3本で、これ、三本で1000円ぐらいだったからね。そうですね。うん。マッキーもそんなに高くないでしょ、2> う2、ん、うん。そんだけあればね、ばっちりですよ。はい。じゃあ、今日はこんなとこで。はーい。 皆さんぜひこの動画役に立ったよとか面白かったよと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。あと常に質新しい質問も募集中ですので何かあったらコメント欄の方へお願いします。じゃあ、レオン市講師もありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあまたね。